ついなまが日本時間の間もなく午後11時ごろをお伝えします。皆さんこんばんは。1350八太郎一文字八太郎です。3297北村さゆみです。韓国からようこそ帰ってらっしゃいましたお疲れ様でございました。お疲れ様です。何しに行ってたんですか、ソウルへは。傷を癒しに何の傷ですか。いろんな傷を癒しに行ってきました。というわけで、はい、今日も暑い一日でございましてですね、暑かったですね。もうなんか鹿児島の地方気象台によりますと九州南部が梅雨明けということですが、さあ発表してもらいましょう。畑さん、広島も梅雨明け、どうなんでしょうか。原さんいらっしゃってますからね、今。原さんどうでしょうか。教えてもらいたいです。広島も梅雨明けですよね、これね。でもこんなに梅雨明け早いのは久しぶりなんでしょ。そうらしいですね。ね、九州南部なんか平年より16日、去年より22日早かったらしいです。まあね、原さんやっぱり広島梅雨明けですか、ね、どうでしょうか、原さん。くどい教えてください、原さん。まあ本当暑くなってきたんで、みんな体調壊さないようにねしていただきたいと思いますけども、今日メニューちょっと言っておきます。今日ね、久しぶりに内容てんこ盛りです。お、久しぶりにですか、いつもな気がする。今日ね、ヘルニアンズにね、大ピンチ。そうなんですよ何が大ピンチか、今日まだ投票するんだよね、これね。はい、そうなんです。ヘルニアンズのピンチがあります。それからステッカー当選者発表とかいろいろあってね、あとね、主婦の人生相談これはみんなね、どうなることかお楽しみにちょっとしていただきたいと思うんでありますが、畑さんいらっしゃいましたね。何畑さん、開けてるよ俺的には。あ、これね、やっぱみんなの意見で決まるんですかね。そうなんですかね。なかなかね、自分一人で開けてるしことを主張してもなかなか難しいとこあるんでしょうね。うん、ありがとうございます、畑健さん。もう広島は梅雨明けということをさせていただきましょう。ねえ、ねえ、うん、勝手に梅雨明け宣言ですよ、緑さんにいらっしゃいます。ねえ、光の駆け足もね、先にカープの梅雨明けをうまいこと言いますね。うまいこと言います。勝ち越したじゃないですか、2勝1敗で。そうですよね。え、誤審騒動がありましてですね。そうびっくりしました。野村監督が退場ということでございまして、はい、ねえ、カープは退場、監督が退場すると必ず勝つっていうね、うん、ありますよね。だけどさ、試合ずっと私も仕事しながらツイートしながらこの試合見てたんですけども、もうさ、このセーフのシーンの写真がすぐツイッターに載ったもんね。そうなんだ、早かったもんね。だからもうほら、誤審、これ今見える、みんなボールがサードからボールが投げられてるんで、ランナーの後ろにボールの白い点があるんで、あれは決して UFO じゃないんですよ思わない。ボールが後ろから来てるんで、完全にセーフの瞬間がもうこうやってツイッターで流されると、もうダメよね。ねえ、ということはこれさ、華麗なるビデオ判定にした方がいいんじゃないかって思うような気がするぐらいでございまして、しかし野村監督はあれでしょ、ベンチ入れないでしょ。そうなんですね、暴力振るったからね、やっぱ暴力やけん、何があっても暴力やけん。そう平和で今日も1時間お送りします、はい、伊藤さん聞いてください。ついつい生出し広島ラジオ、この番組はユーストで広島が世界とインタラクション、広島市西区大芝バルコムユーストスタジオからお送りします。しかし本当私思うんですけどもね、はい、野村監督がベンチに入れないって言った時にね、一部のなんかツイートであったんですけど、じゃあその誤審についてはペナルティーはないのかっていうのがありましたけど、やっぱ思うんだけど、暴力が良くないのよ。まあそうなんですよ、何つけても。前さ、大物芸能人がさ、女性マネージャーがなんか先輩のことを何やかんやで暴力振るったのがあるじゃない、でも理由がどうあれやっぱ暴力振るっちゃいけないのよ。だから野村監督もね、腕、何、手出しちゃいけないのよ。手を後ろに組んでよく、で、続きをすればよかったの、ね、いや、続きはいけないんですけど、だから暴力を振るうことでベンチ停止だから、ここはやっぱり誤審どうのこうのいうことはないんだろうね。でももう一個思ったんですけど、テニスって今ビデオ判定ってあるでしょ。そうらしいですね。あるある、チャレンジって言うんだっけ、何回かできるんですよね。何回かそういうのがあるんですよ。もうで、ホームランは今ビデオ判定でしょ、プロ野球。そうですね。これは落合監督が言い出したんだよね。だからどっかでやろうと思えばできるよね、あれ。
絶対できると思う。俺すごい簡単だと思うんですけど、早押しのあの機械を持ってきて、ランナーのベースの上に、だからランナーが足ついたらランプがポンって飛ぶみたいな、なんかそんな考えたらちょっとできそうな気がするんですけど、やっぱり人間が審判した方がドラマチックになるんだろうね。そこはやっぱりね、人間が携わらないとドラマチックにならないような気もするし ね、でも性格を気すんならなんかこうやってね、と思ったりもいろいろこうするあれですけど、まああれですよ、誤審のおかげで勝ったとは言いませんけども、あの勝った試合だから良かったです。あれ負けてたらカープワンは本当に暗い日曜日でしたけども、悔しいですよ。それはサンフレッチも頑張ってほしいですね、はい、J1 の方もちょっと混沌としてきましたね、ちょっと混沌としてきましたので、頑張っていただきたいと思います、はい、さあバルコムユーストスタジオから世界とインタラクションの次の話でございまして、96人ですね、すごいですね。100いったらプレゼント出す、それはいきなり来ました、びっくりしましたそれは違いますね、100いきたいね。今日皆さんちょっと書き込んでください、ツイートルネッサンス番組でございますんで、なんとか、はい、どんどん書いてください、書き込んでいただきたいと思います。バルコムユーストスタジオからお送りしておりまして、今夜もコレスキー広島のクーポン券プレゼントがあります。はい、チャンスは今聞いてくれてるみんなにあります。今からですね、ツイ生が書き込むツイートをリツイートしてください。公式非公式どちらでも OK でございます。1回リツイートすれば OK です。今夜のコレスキー広島のクーポン券はこちら、お好み焼きでございます。お好み焼きでございます。食べたいですね、お好み焼きね。美味しそうですね、美味しそうですね、これまた美味しそう。ボスという名前でございまして、はい、広島市南区広島駅前にあります広島お好み物語駅前広場の中にあるお好み焼きのボスでございまして、店長おすすめのスペシャルコース、こちらのクーポン券をペアで3200円分のお食事券をプレゼント。なんとボスの店長は関西出身のタイガースファンで、しかし広島のお好み焼きに惚れ込んで200枚以上食べ歩いて自信の1枚を作ったということで、麺は山本食品、ソースはおたふく、ネギは観音ネギ、いいですね。肉玉そば、おすすめサラダ、おすすめデザートがついておりまして、お好きなソフトドリンクもついているというコースでございます。お好み焼きボスのクーポン券が欲しい人は、今からツイ生のツイートをリツイートしていただきたいと思います。それじゃあ今夜のツイ生のツイートはこちら、ドン。はい、出ました、出ましたか。皆さんぜひリツイートしてくださいね。公式非公式どちらでも結構でございます。おー、100人です、102人になりましたね。 100きた、来ましたね。増えました、103人増えましたね。ありがたいですね、ありがたいですね。100出たんでなんかくれっていう、そうプレゼントくれと。お前らストレートだな。もうちょっとこうさ、日本人なんだからこう婉曲っていうの婉曲的なさ、どんな風に言いましょうね。というわけでございましてですね、どんどんリツイートしていただきたいと思います。当選者は番組の最後に、12時くらいに発表します、はい。今回のクーポン券は9月30日まで使えますんで、遠く離れた人もね、東京の伊藤さんも ね、梶原放送局の合間に遊びに来るはずですからぜひリツイートしていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてコレスキー広島では、これ意味がわからないんですけどコレスキー広島がディズニーグッズの販売も始めたそうです、ね、やっぱ俺らも売らないといけないね、何かね、ディズニーグッズをね、ヘルニアグッズとかね、いろいろちょっとね、考えたいと思いますけども、今週末の7月2日の土曜日と3日日曜日、呉で開催される訳あり B 級が一挙に集まる呉傷物市に出店。無料抽選会のクーポンも販売しているので、コレスキー広島が出店するわけね、これね。ぜひですね、チェックしていただきたいと思います。まあ、そういうことでございましてですね、はい、ね、プロ野球の野村監督が退場になったきっかけとなったその誤審騒動ですけど、あれはっきり言っていい、うん、あれさ、打った瞬間走ってたら絶対セーフだったよね。まあそうなんですけどねまあそんなこと言っちゃいけないですけどもね、まあ、どっちがいいのかね、私たちプロ野球ファンとしては、どっちを求める男として、もうなんていうの、ストライクボールも変な話ロボットアンパイアみたいなのが来て正解率 99.99%、 どうする、そういうロボットが開発されて、でファーストとかセカンドとかのそのセーフアウトもなんていうの、ルイシンズっていうヘルニアンズじゃないんだからルイシンズっていうなんかそういうロボットが開発されて、もう本当に 99.99% って言った時にどうする、私たちは。だって今相撲だってビデオ判定でしょ、うん、まあ、一応ビデオ判定の後人間が集まって判定するっていう、いかにも大相撲らしいとこありますけど、プロ野球ファンとしてどっちを求めるかね。
ちょっと自分で悩んだんですけど ね、 これね、自分だったらどっち求めるか、やっぱり誤信もあった上で誤信を認めない人間をなんとなく私たちは許すっていうおおらかさがあってもいいような気がするよね。確かにそうですね。ねえ、なんかすぐ謝られたら嫌だもんね、誤信した審判にさ、ごめんごめんちょっとミスったわって言われるのやっぱり嫌だから、そこはやっぱりこうなんていうんですかね、突っぱねてもらってもいいのかなちょっと思ったり。ふむふむさんが言ってらっしゃるんですけど、ビデオ判定にするとかね、ただそれだけじゃなくて、判定が正しかったら、まあ、ペナルティがあるとかないとか、 NFL みたいに、はい、NFL みたいにしたらいいんじゃないかっていうね。どうなんですかね。でもなんかあれは人間がやってこそね、やっぱこうストライクアウトっていうのは、やっぱり間違いもなんとなくこう運不運のうちと言いますか、そういうのもちょっとあるのかなと思ってですね、自分も一体どっち選ぶのかなと、まだ結論が決まらないんでありますけども、はい、そんなことを思う、テレビゲームっぽくなるね。あ、プロ野球がね、確かに全部ね、あ、テレビゲームになるね。アンパイアがね、あれさ、ちょっと不思議なんだけどさ、なんでテレビゲームって実況してくれるの？実況するでしょ？サッカーゲームもそうですね。サッカーゲームとかも。でもですやってくれますよね。なんでするのあれ？やっぱ後ろに誰かいるの？テレビの後ろに。あれで、ね。でも結構的確なこと言ってくれますもんね。ねえ。あれはすごいですよね。まあ、確かにね、確かにテレビゲームっぽくなれちゃなるかもしれませんね。でもさ、今テレビゲーム慣れてる子供たちがじゃあ将来大きくなった時はプロ野球もテレビゲームっぽくなってるかね。まあでも短い試合にしようって言ってね、結構今頑張ってやってますけど、いや長かっても面白ければいいんですけどね。私もそうだと思うんですけど ね、 まあ本当に私たちはヘルニアでですね、スポーツができないのにスポーツのことをこっちゃべってるっていうのがですね非常になんかあれなんでありますけども、さあヘルニアンズのデモテープができましたんでちょっとだけ聞いてもらいましょう。こちら、これ今 YouTube にアップしてね、ガゼン視聴回数が増えない。多分今日増えますよこれで。今 YouTube にアップしてますんで、はい、ヘルニアンズの歌ですね。で今みたいに今スタッフが仮についなまのイラストで当てたんですけども、はい、あんな感じでプロモーションビデオが簡単にできないかなということをつぶやきましたらですね、キャラクターを考えてくれた人がおーすごいじゃないですか。ライドンパークというフリーペーパーを発行している瀬尾さんとスカイプをつないでみようと思います。ライドンパークというフリーペーパーでございます。これ広島市はい、にあるフリーペーパーでございまして、それを発行している瀬尾さんがねヘルニアンズのキャラクターを考えてくれたそうですよ。嬉しいですね、こうやってみんなとつながっていくのがね。広島でデザイン会社をやってらっしゃるそうです。で、まあ、いろんなこうなんですかね、広島を盛り上げたいんでフリーペーパーライドンパークを、あ、一文字です、よろしくお願いします。もしもーし、もしもーし、聞こえますか？一文字です、もしもし。あら今ちょっと切れたような音でしたね。切りましたか？あら大変申し訳ない、もう一回電話かけます。はい、スカイプも使えない僕なんて嫌。なかなか私的な感じになってますね。つながった？いや切れますね。切れますね。どうしたんですかね、相性が悪いですかね。もしもし、あ、つながったっぽい。もしもし、あ、今来ましたね。あ、もしもし、もしもし、あ、つながりました。一文字と申します、よろしくお願いします。瀬尾と申します、お願いします。待って、先に聞いとこう、ライドンパークってどんなフリーペーパーなんですか？ですね、うん、今んとこ編集が2人なんですけど、うんうんうん、
まあ、とりあえず自分たちが楽しめることを条件に、うん、いろんな人と会いたいっていうことで、うん、あのアーティストさんとか、うん、絵本描いてる方とかを取り上げてですね、うんうん、まあ、まだ発行部数は少ないんですけど、うんうん、そんな感じでやってます。どのあたりで配ってんの？ですね、カープのあの球場があるカープロードに、おい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 、Bカフェっていうカフェがあるんですけど、そことか、あと並木通りにある MM カフェっていうカフェバー、あとまあカフェを中心に配ってます。で自分らで作って、うん、はい、わすごいじゃん。スポンサーとかも取って？スポンサーは取ってないんで今から欲しいところです。今から欲しいよね。もうお互い様ですね、本当にね。今度なんか一緒にできることあったりありましょうね。本当お願いします。で、瀬尾さんはデザイン会社を自分で経営してらっしゃる？そうですね、はい。広島 FM のタイムテーブルも手掛けたんですか？それは駆け出しの頃にちょっとやらせてもらって、でどんなデザインを今作ってたりするんですか？今ホームページを中心ですけど。なるほどなるほど、はい、広告とか、まあ、キャラクター作ったりとかいろいろやってます。じゃ あ, あの瀬尾さんのところのホームページ見たらいろいろそういうのが出てくると。はい。で今回ヘルニアンズの歌を聴いてくれて、はい、キャラクターをちょっとイメージしてくれたと。イメージしました。はい。ヘルニアンズの歌最初聴いた時どうでした？マジで。なんかでも簡単で覚えやすい感じがしますけど。いいじゃないですか。夢のミリオンヒットなりそうですかね。まあちょっと難しいかもしれない。正直にありがとうございます。じゃあ瀬尾さんが考えてくれたヘルニアンズのキャラクター発表します。ドン。ちょっとなんか瀬尾さん、はい、ブラが外れてるんですけど。そうですね、まあちょっと今イラストでは外れてるんですけど歌詞で、ああ彼女のホックも外せないっていうのがあったんでね。これ頑張って外したはずですね。これ どういうところからこんなイラストにしようと？ちょっとキモカワを、今ね、まあちょっと親父臭さも出しつつみたいな。なるほどね。じゃ一文字的にちょっと一個だけいいですか？はい。あの頸椎のヘルニアって首もヘルニアなんですよね。首の、はい、首がないのがちょっとね、気になるかなと。ちょっと気になったんですけどね。まあ首はとりあえず肉の中に埋もれてる。でもありがとうございます。なんかもし使うチャンスがあったらぜひ使わさせていただきたいと思いますんで。お願いします。瀬尾さんはいつからこういうデザインの仕事をやろうと思ったんですか？だいたい6年ぐらい前ですかね。はい。なんかきっかけがあったんですか？きっかけはそうですね、なんか自分でなんかできたら手に職つけたいなと思って、うん、で絵を描くのが好きだったんで。それは昔から？はい、そうです。やっぱりね、絵を描く人って右脳がすごいよね。すごいですよね。想像がね。うん。あ、こうちゃんはね、Bカフェ知ってますとか来てますね。ぜひじゃあ皆さん、あのライドンパークっていうフリーペーパーをね、ぜひ読んでもらってね。これいろんな人が参加してるんですか、瀬尾さん、ライドンパークには？そうですね、今のところまだそんなに出てないんですけど、うん、とりあえず絵本作家の方2人参加していただいたりとか、はい、あとは去年なんですけど猫カフェ取材したりとか。まあちょっと私たちもいろんな店特集とかやってるんで、もしよかったらライドンパークも取り上げていただいて、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。今日は瀬尾さん独身？はい、独身です。おー、私一個聞いていいですか？はい。あの彼女を書いてあげるって言って書くことあるんですか？あんまりない。ない？あんまりってことは過去にはありますか？彼女じゃなくてその書いてほしいっていうものを書いたことあります。ああ彼女が書いてほしいという。私は絵がうまかったら一回やってみたいですけどね。もう夢ですけどね。本当にね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも失礼します。します。
ほらやっぱりさ、ツイナもやってよかったと思うんですけど、こういうふうになんかいろいろやってる人たくさんいるね、広島もね。すごいですね。うん、だからどん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 ね、まあ、このツイナもそうだし、それから週末ナチュラリストとかもそうですけど、いろんなことをやってる人をもっともっとなんかこう紹介していかなきゃねっていうのちょっと気になりますけどもね、はい、でね、今日は一つね、ヘルニアで問題が起こったわけですよ。そうなんですよね、大問題発生、大問題が発生したわけですよ。これヘルニアンズっていうのはこのリスナーがつけてくれたんですね、この番組のね、はい、ところがヘルニアンズでグーグル検索しますとですね、ココロー&ヘルニアンズというインディーズバンドとかですね、うん、北海道岩見沢のソフトボールチームが岩見沢ヘルニアンズっていうんですみたいなそういうのが出てくるんで、だからちょっとこうね、なんていうんですか、はい、ユニット名変更しなきゃいけないですよ ね、 そうなんですね。やっぱりそれを入れたら私たちにすぐつながるような名前をつけたいということで、ちょっと変更しようと思いまして、うん、ザ・ヘルニアンズというのにしようと思ったんですけど、それもインディーズバンドであるんだね。そうなんですよ、みんなヘルニア好きなんだね。というか皆さんヘルニアなんですか、ね、たくさん患ってるってことですか。ね、ですよね、結局、でちょっとね、名前はね、4つばかし3つばかし考えたんで、ちょっと候補出していいですか。候補1、はい、ツイナマヘルニアンズ。候補2、広島ヘルニアンズ。候補3、ひらがなのヘルニアンズ。他にもし何かいいのがあったら書き込んでいただきたいと思います。そうですね、うん、もう一個ぐらい、もう一個ぐらいね、うん、本当だ、ヘルニアンズでいっぱい出てきますね。何事もん、他人任せツイナマですなんだよそれ、なんだよそれ、なんだ、うん、眠たい、我慢できんけ寝ます。ちょっと待ってよみんなおやすみなさい、ちょっとみんなそれさ、ちょっと待ってよみんな、一文字さん夢ちっちゃってなんて言ったっけ俺、夢なんかちっちゃいこと言った、ミリオンヒットだね、ミリオンヒット、小心者だから本当にね、どう、ヘルニアンズ投票する、赤ヘルニアンズ、赤ヘルニアンズ、あ、赤ヘルニアンズいいね、赤ヘルニアンズいいね、え、アニルヘ、アニルヘわかんないな、赤ヘルニアンズね、赤ヘルニアンズいいんじゃない、赤ヘルニアンズ、ケイツイズ、ケイツイズ、いやでもね、ヘルニアンズはね、頼むわ、歌詞になってるからね、ここはもう変えたくないんで、はい、まあ、広島ヘルニアンズとかもう投票しなくていいか、ついついヘルニア、ついつい減る、いやもうヘルニアンズ変えれないわ、よく考えたらね、これ企画倒れですね、だって価値に入ってるから、ここで名前変えるわけにいかないもんね。そうですよ、もうでも赤ヘルニアンズ大丈夫ですよ、ツイン生ヘルニアンズ、あ、そうだよね、うん、まあ表記の時には広島ヘルニアンズとかツイン生ヘルニアンズってすることにして、呼ぶ時には一応もう歌詞はもうヘルニアンズでいきましょうよ、うん、そうですね、うん、これちょっと企画倒れでした、反省しますもう歌詞に入ってるんで変えようがないっていうことをですね、はい、冷静に考えたらそうなんです、もう歌詞ができたんですよ、完璧に一文字、ですから秀樹と剛一さんにですね、この歌詞をちょっとなんとかアレンジしていただいてですね、なんとかねしていただきたいなと思いますね、はい、うん、そういうことですよ、まあまあ、いつになったらこの完成した曲が皆さんにお披露目できるか、もうキンキンだと思いますんで、もうしばらくお待ちいただきたいと思います、はい、コーラスタイム募集したいと思いますんで、はい、一つその時はよろしくお願いします。まあいろいろね、インディーズもね、広島はさっきのフリーペーパーじゃないですけどもですね、いろんな人が音楽出してですね、いろんなインディーズも頑張ってるバンドがたくさんありますんで、今日はまたまたそういう頑張ってるバンドを紹介しようと思います。シンプループというバンドがいらっしゃいましてですね、はい、その名の中から一曲聴いていただきましょう、恋のシュビドゥバ。もうどうでも終われない夜、かすかな
シンプループで恋のシュビドゥバっていうのを聞いていただきましたけども、シンプループもなんか3人組でございましてですね、はい、頑張ってるんですねみんなね。しかしなんか、ね、今ってみんなどこで録音してるの？いろいろ、ね、昔はさ自宅の部屋でさ、カセットテープレコーダーでね、レックボタンを押してっていう感じでしたけど、今やっぱりスタジオ、なんかスタジオがねあるみたいですよ。ある、ね、すごいね。かっこいいさん自分の部屋でパソコン、かっこいいさんは自分の部屋でパソコンで、あ、そういう人も多いだろうね。そうそう、スタジオ作っちゃったっていう人もいますから ね、 すごいね。またあの皆さんの曲かけていきますんでですね、ぜひともあのツイナマでよければですねかけていきますんで、はい、どん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 送っていただきたいと思いますけども、ヘルニアンですけども、いろいろデリヘルはやめようよこれなんかあの意味があったんですよ。ヘルニアンじゃ、けいつい生出しヘルニアンズ出してない出してない何気におもろい、ね、ついついヘルニアンって頚椎のついついでヘルニアンとか。あ、いいねいいねいいね、皆さんすごいですね。まあまあヘルニアンのまま言っとく、とりあえずね、とりあえずね、ひらがな表記、ひらがなにしますか、ひらがなにしますか、ヘルニアンズね、ひらがなにするとヒットないみたいな。あ、じゃあひらがなにします、ヘルニアンズ、いいですか皆さん、はい、これでねヘルニアンズというのをひらがなにしますんで、これからひらがなの表記で、せっかく YouTube アップしたんですけども作り直さないで、作り直してもらって、ヘルニアンズはひらがな表記ということをさせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。まあね、本当ね、いろいろ私もあれですよ、 Twitter 初心者の頃からけい椎ヘルニアで、私は首のヘルニアなんですけども、あの皆さんからここに行ったらいいよっていうのをいろいろ教えてくれまして、はい、いろいろ行きました。いろいろ行って神の手と出会ったかもしれないってこの間言ったよね、うんうん、針と首を引っ張るのと電気治療とかなんですけど、なんかこう骨のところに指を入れてこう広げてくれたりするんですけど、でもねそこ行ってもね、もう1ヶ月2ヶ月ぐらいになるんですけどね、そんな良くならなかったんですよ、はい、で今日もねすっごいしびれて、昨日治療したばかりなんですけど、今日もすっごい左腕がしびれてすっごい痛くて、もうどうしようと思うぐらい痛い時に松本由美子がたまたま来て、うん、市森さんいいとこありますよってね、ドヤ顔で言うんですよ、嘘だなお前それって言ったら、何でも松本ユーミンの友達が何あの子供ができない治療、あ、できる治療って何て言うでしたっけ、不妊治療、そうそう、うん、不妊治療をずっと病院でやってたんだって。ほうほう。でも全然子供できなくって、そこの治療院に行ったらできたんだって子供が。ほう。そこ一文さんいいんじゃないんですかって、バカ、俺は頚椎ヘルニアなのにそのなんか不妊治療、ええ、それと俺は違うだろうって言って、何気に松本ユーミンがそこの治療院のことホームページで見てくれたのよ、ええ、そしたら諦めないでって出るのよ、岡本麻也みたいに諦めないで、はい、今までどこの病院行ってもダメだった人は諦めないでここに来なさいっていう意味よ。いろんな病気ね、まあ、そうで今まで通った人の体験だから載ってるのよ、まあまあほらそういうのってさ、まあ大体ね半分ぐらいにね、うん、しとかなきゃいけないんだけど、癌が治ったとか、
これってまずいと思うのよ、あの嘘だったらね。でも書いてあるのそういうのが、うん、なのよ。でまあな、俺もな、でもさ今自分は本当笑おうもすがる思いなのね、もう分かってもらえると思うけど、うん、でもう松本由美子に騙されたと思って、俺今日行ってくるなそこへって言ったのよ。え、行ったんですか？行ったのよ。お、行った後の話。したら行ったのよ、ええ、したらもう普通の家みたいな感じで、ガラガラ、まあ治療院って書いてあるよ、名前は言わないね、一応ね、まだ許可取ってないから、なんとか治療院でバーッと入っていったら、ピンポンってあのよくあるじゃん、あの勝手になるやつ、誰もいらっしゃいとかもう受付もないのよ、通るたんびにピンポンってやつあるじゃない、ね、センサーでね、それが鳴って、こうなんていうの、控え室みたいなとこ座ってた、うん、そしたらガラガラっと誰かが来て、お弟子さんだと思うんですけど、誰がやりますか、で俺一人しかいないんですけど誰か見えたんですか、おいおいおい、誰がやりますか、あ、私です、じゃあ来てくださいってやって、なんて言えばいいかね、僕こういうの聞こうっていうのかね、分かんないんですけど、触られるだけなのよ、首とかを、ん、触られるだけよ。であとちょっとまあ動かして指圧みたいなことするけども、どちらかっていうと広島弁、さするっていうの、広島弁、さするって分かる、みんな分かる、分かる、触るのとちょっと違うんですよね。触るのじゃない、さするってこう擦るのでもないんだけど、さ、体をさすっていく感じよ、広島弁で言うと。で、こうやっていくんだけど、その人は、そのお弟子さんはもう同じことしか言わないのよ。さっきと比べてどうですか、さっきと比べてどうですか、うん、どうですか、どうですか、さっきと比べてどうですかっていう。で、これがね、さっきと比べてなんか痛さが和らぐのよ。いや、まあ、またじゃないんだってこれは、おいでおいでね、まあほら、なんて言えばいいですかね、まあ、西洋医学ばっかりが本当じゃないでしょ、ファンキストのボーカルだってもう余命いくばくって宣告されたのに、他のことで東洋医学とかを取り入れながら、食事とかやりながら、いろんなことでそれをこうね、なしにしたわけだから、あながち全部が全部がね、その西洋医学が正しいと思わないんだけど、今まで自分が言ってきた東洋医学は確かに危ういのがたくさんあったのよ、それ嘘だろっていうのがそれお前これ聞かないだろっていうのがたくさんあったのよ。で今回のところもそうじゃないかと思って、どうせ紹介者が松本ユーミンだからそうじゃないかと思って行ったんだけどね、はい、何気にこれがね、今日痛さが和らいだのよ、痛いのよ、まだ完全に治ってないのよ。で最後にね、そのお弟子さんから変わって、今度先生が俺の体を見てくれたんだけど、すごい速さで俺の体を触るのよ、わかるかなこれすごい速さで触るのよみたいな。でまだ治らないんだけど言うのよ、あ、これ治る、へー、あったかくなるとか、あったかくなるとかじゃない、何にもされてない感じでね、不覚にも寝てしまったのよ。あ、え、それぐらい気持ちがいい、気持ちいいのよ。今までの治療は痛くて悲鳴上げて泣いてて、ね、今日は寝たのよ、そこでちょっと、まあ5分ぐらいと思うんですけど、すごい気持ちよくて、今も眠いのよ実は。また行こう、また行こうと思うんですよ。なんかさするっていうのは、撫でるとさすって、ああ、撫でる、撫でるみたいにね、ゆっくりじゃないのよ、撫でる触るじゃないですよね、撫でるよりちょっと早い感じ、スピードが、優しく指圧する感じですか。いや、指圧までしない、指圧までしない。何してるのか分かんない、今度聞いとくわ聞いてみてください、何してるか分かんないのよ。だって目つむってもう背中だからね、見てないですからね、うん、でもこう手首触られたりで、どこがしびれますかって、ここですって、ここずっと握って持ってるだけだったりするんだけど、なんとなくジーンってくる感じです。いや、ジーンってきてるところを握るとジーンが引くような気がするの。まだ分かんない、1回目だからね、まあこれちょっと2回3回と言ってみなきゃいけないんですけど、まあ不思議なことがあるんじゃないかなと思って、治ってくれたらいいなと思ってね、もう本当にわらちゃんじゃないけど、わらをもすぐるすがる思いで本当ね、気がどう流れるか分かる人がいるらしいですね、そういうことなんですね。ただお X 治療費はいくらですか、これから喋ります。で、だいたい40分から45分、はい、本当に肝心、うん、ここが肝心、40分から45分で、はい、ありがとうございましたって言ったら、初診料1300円、ほう、治療費4700円、あ、6000円ちょっと高いね、あ、いつも思うんですよ、
いつも私はね、初診料っていうのをこの東洋医学のとこ行った時思うんですけど、初めて来たら逆にサービスするべきでしょ。そうですよね、ようこそいらっしゃいだから1割引きって言えばいいのに、うん、なんで初診料いるんだろうと思って。女の子のマッサージなんかね、最初は安いですから ね、はい、なんでか分かんないですけど初診料1000円ぐらい取られるのいつも、うん、で今日もなんかやだなと思ったら、インターネット見てきたんですよね。あ、はい、インターネット見てきました。あ、じゃあ初診料はサービスですってで4700円。まあまあ大体相場的には5000円ですよ、東洋医学。私が今まで行ったところ、うん、高いところ1万円とか1万2000円ありますけど、結構しますからね。結構しますけど、保険が使えればいいんですけど、保険が使えないって言われたらなんとなくあのもう高いの覚悟しなきゃいけないんですけど、今日のところは大体4700円です。はい、よかったらあのみんなにも、もしどうしてもという人がいたらあれですけど、まだ私がわからないんで、いいか悪いかわかんないんですけど、でもどっかにね、自分に合った東洋医学はあると思いたいんですよ。あ、確かにそうです。何でもかんでも手術とかじゃなくって、うん、どっかに自分に合った東洋医学の先生を一文字は見つけたいんですよ、うん、だからこうやってうろ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 こうで人にあっちがいいって言われれば行くんですけど、どっかにいてくれないかなと思って、その人を今探してるっていう、まあ何ていうんですかね、うん、運命的な出会いをするための旅ってことになるんですかね。そうですね、なかなかね、でもこうあの1ヶ月2ヶ月はちゃんと通ってくださいって言うじゃないですか、うん、なんかその2ヶ月間で成果が出なかったらどうしようとか思っちゃうんですよね。もうちょっと不安になるのね、不審じゃなくて不安になるのよね、このままこの治療を続けていいんだろうかと思って。全然痛みも解消されないしいいんだろうかと思うんですけど、まあもう仕方ないよね、こうやってこういろんなところにたどり着くしかないもんね。もう本当にもっと言っていい、西洋医学行った時すっごい嫌な思いしたよ、医者に。整形外科、はい、とある広島のそこの整形外科はいいってツイッターで教えてもらってそこ行ったんですけど、うん、いきなりやっぱり先生手術した方がいいんですかねって言ったのよ俺、はい、そうしたら1回で分かるわけないじゃんって言われて1回で分かるわけないじゃん、何回もあなたのことを知ってたらそういう話ができるけど1回で分かるわけないじゃんって言われて、うん、分かるよその気持ちだけど言い方ってあるでしょすごい不安で痛い思いしていって1回で分かるわけないじゃんって言って、じゃあ何回来たら分かるんだよと思うよね。もうちょっと言い方があったと思うんですよね。そうよ、だからそういうのもあるし、でもね東洋医学は10人中10中8句は治るっていう、でも治らない今までよ、私が言った中ではだよ。だから今度は治してくれるなんか東洋医学の先生を巡り合うまで私はちょっと旅をしていこうかなと。柳市にもいらっしゃるのですが人が多くて教えてよまたこっそり、ね、さっきあったんですよ山口で、うん、なんかいい人がいるっていう噂がありますって言って、こういうのって噂がいろいろあるもんね。さっきの松本ユーミンじゃないけどさ、不妊治療がなんかね、そこに行ったら子供ができたっていうのもよく考えたらその人が作ったわけじゃないでしょう。だってそうですよね、二人の努力っていう言い方もあるんですけど、まあなんかそういう気の流れとかなんとかっていうのはあるんですかね。これだ、徳山には目の見えない整体師さんばかりのすごい整体がある、うんうん、あ、いろいろあるんですよね。いろいろあるのよ。なんか三原の整体師も気になるしね、ツイッターであった、 ありましたね。ねえ、まあいろいろこうやって病気の話ばっかりしててもあれですけども、なんかちょっとまたおいおいね、この、はい、あの面白い治療をするようでしたらですね、はい、今あのその治療で子供ができちゃったりしてって言いました一文字ちょっとやばいね、気がビンビンに入ってるから今やばいね一文字ね、ちょっと老いたしないようにしないとね、お前ら何言うんだよすごいね今ソーシャルがね早いんですけどね、結構すごいこと書いてあっていろいろ、はい、みんな、ね、面白いね、一回で分かるわけないじゃんを乱暴な言葉と取るか、もしくはあえてフランクな言葉遣いで、あ、まあそういうのもあるのかな、どうなんだろうな。う、美味しいお店といい医者ってのは個人的解釈だと思います。私もそう思います。そう思います。だから自分で探さないといけないんだと思います。うん、で、本当に探さないともったいないと思って今、治療費とかも高いし、はい、漫然と通うんだったら、自分で本当に探さなきゃいけないなと思います。うん、本当ね、俺これ子供できたら大笑いやよ。頸椎治らず子供できたっていう、それすごいすごいドラマだねそれね。ある意味そのホームページに載れますよ。もうある意味最強の整体師だねそれね。
何がすごいのか分かんないですけど、はい、さあそういうわけでございまして、みんなステッカープレゼントちゃんとしてくれてますか？私今日やりました、当選してました、ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんもですね、ソフトバンクフレームワークスが運営するメルワーズ宅配便の全面サポートによるついなまステッカープレゼントキャンペーン、応募してくれたみんなはですね、当選発表のサイトをチェックしてくれたでしょうか？聞こえないよ、はい、チェックしてくれたでしょうか？中区には女性専門の接骨院もあるんだ。じゃあ女性の先生なんですかね。そうなんですかね、女性専門。友人が今年整体院開業したのですが、評判いいのですが、うん、初心者だし人間的には面白いやつですよ。あ、でもいいですよ本当に、ね、でそうなんです。で皆さん当選発表を見てくれないといけないんですよ。そうしないとですね、届けられないんです、ステッカーがね、はい、そうなんです。ちゃんとお願いしますお届け先情報などを入力し手続きを完了するとメルワーズ宅配便から受け取り回答メールというのが届きます。で配送手続きが完了すると出荷完了のメールが届いて皆さんのところにステッカーが届くということになっております。でまだ受け取り手続きを完了していないという人はですね、早めにしてください、お願いします、はい、でこのお知らせを今番組見てない人にもお知らせしたいのでちょっとリツイートしていただけたら非常に嬉しいと思います。よろしくお願いします。それからステッカープレゼントにもう一回今から応募したいというあなたはですね、ついなまに返信してください。合言葉はステッカーが欲しいじゃありません、あなたが欲しいごめんうち、はい、あなたが欲しい。やっぱ最初に言ってもらった方がいいね。やば、合言葉はこちらです、あなたが欲しいちょっと作ってみました , 笑いすぎだろう。今の皆さん録音して流さないようにしてください、よろしくお願いします。ステッカーが今からでも結構でございます、欲しいという人はですね、ついなま宛てにあなたが欲しいと返信していただきたいと思います。アントハーバー配送メッセージいただきましたよ、よかったよかった。応募しまして確認もしましたが途中で変な方に行ってしまうのです。なんでかね、半角かね、半角問題ですね、それ。半角問題ですね、半角全角、半角全角がねちょっとバラバラになってるとこあるんで、もう一回ちょっとチャレンジしてみてください。チェックして送り先まで送ったのですが返信メールがまだ来ていません。そうなんですか、確認しましたよちょっともう一回確認してみます、はい、ステッカーを送ったってメールが来ましたよ、でもまだ来ていない、あステッカーがね。都内とかもう今日とか、あそうそう都内は早かった、都内、東京都内、はい、あすごいね、東京都内でついなまのステッカー持ってる人すごいね、うん、その人探したいね。先ほど報告がありました、ありがとうございます。みんなついなまステッカーちゃんとどこに貼るの、どこに貼りましょうか、目立つところに貼って街で会った時は気軽に声かけ合おうね、ついなまついなま、はい、あなたが欲しいとか言わないように言わないそれはダメだよ。ぜひですね皆さん目指すところについなまステッカー貼っていただきたいと思います。着ボイスにして売りましょう、あなたが欲しいそりゃまずいだろわら、今なら全員当たります今なら当たりますよ。もう一度応募しちゃおうかな、もう一度でもいいんですか、それってまずいよね、それまずいんですよ、はい、まだ応募してない人は今からでももう一回応募することができるということでございますので一つよろしくお願いいたします。まあこうやってステッカー作ってですね、あとは曲を作ってですね、そうですね、なんとかこう2周年今を盛り上げていこうということでございますんでですね、1周年か2年経っちゃってましたもん。俺らダメだね、もうほっといてる、はい、配送メッセージが来てない人は、配送メッセージが来てない人はおそらくまだ配送手続きが進んでない、あまだ手続き進んでないんでもうちょっと待ってください、配送、ま、ね、当選ページからですね、当選ページから、お届け先を登録完了すると、うん、自動返信メールっていうのは必ず、あ、ね、自動返信メールが必ず来れば大丈夫ということでございますんで、はい、来てない方はちょっとね、お願いします。それが来てないという方はついなま宛てに来てないって文句言ってください、はい、これ言っとくけど皆さんすごいいいよ、ね、メルワード宅配便、うん、意外に使いようによってはとってもお安くお得なシステムでございますんで皆さんもぜひ、利用していただきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。あくびちゃん昨日の午後2時半にメール来てありがとうございます、うん、多分それぞれこう送って、ね、当選発表の分ご覧になった時間とかによって違うでしょうね、うん、TWK ウェブが北海道なんですって、北海道だから一人だけだろう、そんなことないですよね。しゅうちゃんも応募してくれてますよね、してないですか、しゅうちゃんしゅうちゃんしてくださいよステッカー応募、
お願いします。お願いします。待ってます。お願いしますよ。さあ、そういうわけでございまして、いよいよ主婦の登場。このコーナー行ってみましょう。広島出身だけど今は広島を離れて頑張っているみんなにスカイプや電話をつないでみようという広島オンマイマインドのコーナーでございまして、まあね、広島県人会の輪を広げていこうというわけでございまして、はい、今夜はついなまのフェイスブックで知り合った、名前言っていいの、はい、そうです、エミさんでございます。呉の出身、呉育ち、高校生の頃ビシバスのクラブ長対抗トーナメントクイズ大会に出場、今長崎にいらっしゃるんですって。大村市にお住まいでございます。スカイプつないでみましょう。長崎行きたいね。いいですね。大村市ってどういうとこ？空港があるところ。空港があるところ。長崎の空港。って行ったことないから全然わかんないですけど。長崎は。もしもし、あ、一文字と申します。はい、えみさんですか？はい、そうです。あー、どうもどうも、すいません、夜分遅くに。あ、いえいえ、はじめましてじゃないんですよね。クラブ長対抗でね。おー、そうです、はい。何のクラブだったんですか？私、ネコラと呼ばれる卓球部だったんですけど。おー、いいじゃないですか、はい。で、長崎に行っても何年になるの？長崎に行って、来月で4年になります。お、じゃあまだ結婚して4年ってこと？そうなんですよ、はい。で、呉から大村へ嫁いでいったわけですけど、どんなとこですか、長崎県の大村市は。はい、大村っていうのはですね、佐世保と、佐世保と長崎の間とちょうど中間ぐらいって、慶応地方って言われるとこなんですね。はい、暮らしやすい？長崎では、はい、住みよい町で、唯一人口が増加しているという有名なところです。そうなんだ。大村湾の近くって質問来てますけど、はい、そうです、はい、その通りです、はい。幸せじゃん、じゃあ。はい、ねえ、はい。なんか最近でも旦那と喧嘩するんですか？そうしようですよ。え？もう、まあ、ひどい時にはもう取っ組み合いまではいきませんけど。まあでも喧嘩するほど仲がいいって言いますからね、そうやって取っ組み合いの喧嘩するほど。本当ですか？言いたい放題ですよ、お互いは。じゃあ全然いいんじゃないですか。無視よりいいんじゃないですか。うん、人には言われました。今旦那さんは、はい、あ、素敵素敵、この写真かわいい。お、旦那さんもちょっといい人っぽい。ぽいって言っちゃいけない。ぽいって言っちゃいけない。外面がいい人なので、心が許せる人にはもう言いたい放題です。ああ、そういうこと。うん、はい。おい、幸せそうだよ、この二人の写真見たら。今旦那さんは寝室にいます、はい。おい、あのエミさんは？私はテレビのある部屋に。え、なんで今から寝室行くの？今まだ行かないですよ。何してるんでしょうね。いや、ちょっと締め切ってるから分かりませんけど。あらららら、あ、でも一緒に寝てるんでしょ？一応一緒には寝てますけど、時間は違います。寝てる時間がバラバラってこと？そうですね。うん。なんか、はい、ダブルベッド。すごいこと聞いてます。はい。布団？ベッド？布団です。はい、うちは。布団だったら別にいいじゃないですか。近くくっつけて寝ればね。ベッドみたいにこう引きずらなくても、うん、ね。仲良くしてくださいよ。まあ、多分仲がいいことにしておきたいですねえ。なんか二人で旅行行ったりとかそういうのないですか、夏の計画で。夏ですか？うん、ですね、高校に勤めてるので、うん、あまり長期の休暇が取れないんですよね。どこに勤めてるの？あ、空港？空港、はい。あ、空港ビルに勤めるとやっぱ長期の休暇取れないの？
取ろうと思えば取れるんでしょうけど、やっぱり年中無休の会社でボンは稼ぎ時なので。そりゃそうだわな、人が遊びに行く時ですもんね。空港ビルで何してるんですか？なんかビルの管理をするみたいですけど、ちょっと私もその辺がなんか。ご主人が空港ビルに勤めてるってことだよね。そうなんです、はい。じゃあなかなかあれだね、休みがたくさん取れなかったらちょっと寂しいね。エミさんは何してるの？働いてないの？私はちょっと今仕事を辞めて主婦してるんですけど、うん、まあちょっともうちょっと主婦働きたいなとは思ってるんですけどね、うんうん、友達できた？すぐくれからそっち行って、はい、ねえ本当にもう全然友達がこっちでいないので、うん、フェイスブックしてたんですけど。ああそうかそうか、そういうことだね。まあでも今から寝室に行ってください。そんな。もなんか変ですけど、一文字セクハラってみんなに言われてますね。そういうつもりないですけど、でもご主人が寝室いるのにね、俺とこれスカイプで話しててよ。もしご主人がこの現場を知った時に腹立つよね。はい、お前夜遅く。誰と？全然無関心ですよ。いやなことないですって、なことないんですよ。結構この。